Mommy, let's make like Tico Bitties and Bears. So we can make like a baby in here. Yeah. I'm cool with it. Had to fool with it. Made my own playbook. I got no rules in it. I like the girls that's freaky wild. Yeah, crazy. I like the girls that dirty dance and some crazy. I like the girls that's hot, fire and blazing. I like the girls that like the sex amazing. I'm a bad man. ちっちゃい頃からガンマファンで、ずっとずっとね、ガンマのことね応援してたんで、今日ここに来れて本当に嬉しく思ってます。ぜひ今日大西拓磨知っていただいて、気に入ってくださった方、大西拓磨で、ツイッターの方を検索していただいて、ぜひつながってください。よろしくお願いします。心の荷物全部僕に預けて、 Are you ready? 旅に出よう。ほら見つめる先には虹がかかった。 Are you ready? Are you ready?ご注意とお願いを申し上げます。本日は一部の席が完売しております。皆さんにお帰りの方ご準備をお願いします。皆さんにお帰りの方ご準備をお願いします。今度これだったら家で一生懸命うまくいくって、ここはちょっと無理やで。今度は今夜よ。今度は今夜よ。
私たち一人一人が持つリスペクトする力、大切に思う心、これからも差別、暴力のない世界を作り、守っていきましょう。試合の方は前半と後半でガラッと変わった印象がありましたけど、チームとして前半何かこううまくいってなかったんですか？攻撃から失った時の切り替えっていうのが遅かったし、やっぱ守備の、なんていうの、奪いに行く時がみんなバラバラだったので、なかなか奪えないシーンが続いたので、やっぱり苦しい時間が長かった感じですかね。後半はそこがうまく修正されて、ようやく本来のリズムが出たという感じ。
そうですね、守備は噛み合って、あとは本当1点取れるかどうかやったとだけやったと思うんで、うん、そこはうまく2点取れたので、やっぱそこはあとミドルもありましたし、はい、少しずつその得点の匂いっていうのは、本当そろそろやっぱりゴールを取ってチームに貢献したいなと思います。どうでしょう、この勝利でまたチームに勢いついていきそうですか。そうですね、本当に今日みたいな難しい試合を勝ち切ったことによって本当に勢いは絶対ついてくると思うし、このままセカンドステージ残り少ないので全部勝ち切る勢いで頑張っていきたいです。お疲れ様でした、はい、前半ちょっと相手のペースで、はい、ゲームが進んでいる時間帯が、はいまあそうです、まあ、すぐに、ね、同点できたのは良かったと思いますし、まあ、若干自分たちがちょっと引いたっていうのもあると思うので、まあ、我慢強く前半はやれたかなと思いますけど、後半はディフェンスのところ遠藤選手も結構前から行けっていうようなアクションを、まあ、高い位置でボール取れればと思ってたので、前半ちょっと引きすぎたっていう反省もありましたし、まあ、しっかりとプレッシャーを連動してできれば十分ボールを奪えるかなと思ったので、前線の選手はちょっときつかったと思いますけど、まあ、そういう形でゴールも生まれましたし、まあ、後半は、まあ、ほぼパーフェクトな試合ができたかなと思いますけど、どうでしょう、こういう戦いが続いていけばこの首位っていうのも見えてきますか。はい、まあ、これから先はね、厳しい相手が多いのでね、まあ、なかなかうまくはいかないと思いますけど、まあ、それでも自分たちの力をしっかりと発揮できれば、まあ、十分チャンスあるかなと思います。楽しみにします、はい、お疲れでした。